はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、じゃがいもになります。じゃがいもを植え付けられるようにちょっとね、黒マルチを引いていきたいなと思います。この時期ね、今2月になりますけれども、2月でも結構朝とか寒いじゃないですか。じゃがいもが育ちやすい気温としては20度台と言われています。なのでこの場所に黒マルチを引いてあげることによって、地温をね、高めてあげて、じゃがいもが育ちやすいように促してあげるといいかなと思います。ね、でもね、そういうのをやるの大変だよっていう場合は、3月とかね、桜の咲く頃ですね、植え付けていけば、霜とかにね、当たる心配もないですし、気温も上がってきて、しっかりね、育っていきますので、そのね、もっと早く育てていきたいよっていう場合は、今日はですね、ちょっと参考になるかなと思いますので、よければね、参考にしてみてください。はい、それでは早速いきましょう。マッキーチャンネル。はい、以前ですね、こちら土作りをした、動画がね、ありますけれども、はい、そこでね、土作りをした後の、場所になります。じゃあこの場所にちょっとね、黒マルチを引いていきたいなって、ね、思います。じゃがいもとかね、ホームセンター行くと、じゃがいものコーナーに黒マルチが引いてあるかなって、ね、思いますけれども、そういった黒マルチを使って、はい、育てていただくといいかなって、ね、思います。基本は横幅95センチですね、のタイプの黒マルチを使う方がね、多いかなと思いますけれども、今回僕ね、この場所で2列でやっていこうかなと思いまして、少し長い135センチですね、のタイプの黒マルチを使っていきたいなってね、思います。そして今日はちょっと風が強いので、作業するのが若干大変ではありますけれども、じゃん、こちらですね、黒マルチを抑える、マルチ抑えピンですね、黒マルチ抑えピンを使っていきたいなってね、思います。ではまずは、この端っこの部分ですねから、やってね、いきたいなと思います。そしてじゃがいもは若干水はけですね、水はけがいいところが、育ちやすいと言われています。なので水はけを良くするために、ちょっとね、この上ですね、畝を作って、高く畝を作っていきたいなってね、思います。はい、畝を使うときに使うといい道具として、こういう冷気があります。冷気を使ってちょっと畝を、はい、作っていきたいなってね、思います。じゃあこの場所にちょっと高くね、していきます。あとは黒マルチを使うメリットとしては、春とか暖かくなってくると雑草が生えてくるじゃないですか。その雑草がありますと結構ね、管理が大変なんですね、雑草取りの管理。それをね、ちょっとでも労力を防ぐためにもですね、黒マルチを使っていくといいかなってね、思いまして、今回はそういう形でやっていきたいなってね、思います。そして今ここの横のサイドですね、畝を作りました。そして今度は、両サイドですね、両サイドもちょっと土を高くして、はい、土畝でね、作っていきたいなってね、思います。よいしょ。だいたい高さで言えば、そうですね、10センチから20センチぐらいですね、そのぐらいの高い畝を作ってあげるといいかなってね、思います。ではちょっと平らにならしていきますね。はい、できました。ではここから黒マルチを引いていきたいなってね、思います。じゃあまずは端っこからですね。はい、じゃあこちらに黒マルチをセットしまして、なるべく端っこでマルチ押さえピンを使って固定をしていきます。この黒マルチがあるところは雑草、生えなくなっていきますので、なるべく畝のね、ギリギリのところにやっていただくと、よいしょ、いいかなってね、思います。そして3つやりましたら、ここから、はい、ずらーっと黒マルチを伸ばしていきます。こんな感じかな。はい、じゃあずらーっと伸ばしていきます。はい、いきましたね。
そして端っこまで黒マルチを伸ばしましたら、マルチがピーンと張るように調整をしておきます。はい、端っこまでね来ましたら、マルチをちょっと引っ張ってシワがねなるべくできないようにして、はい、固定をしていきます。では、ここまでできましたら、今度はマルチの真ん中ですね、真ん中を、ちょうどの真ん中ですねをマルチ押さえピンで、両サイドをねちょっと引っ張りながら、シワができないように注意をして、はい、固定をしていきます。はい、 OK です。そして、最後ねまたマルチとマルチの間ですね、真ん中と端っこですねの間の部分を、固定をしていきます。はい、こちらになりますけれども、この真ん中ですね、よいしょ、固定をしていきます。この時期はね風がすごい強く吹きますけれども、しっかりねマルチ押さえピンで固定していけばね大丈夫です。はい、ね、しっかりね固定できましたので、今度はね、土で、このねまだ埋まっていないところを、埋めていきます。これでしっかりと風吹いてもマルチの中に入ることないですので、こんな感じで、はい、作業ねしてあげるといいかなってね思います。はい、じゃあ反対側も固定をしていきたいと思います。はい、マルチね貼ることができました。こんな感じでねできました。はい、今ですねこのようにちょっとねあの右側温度計を置いてまして、これ延長してこちらも温度を測られるようにしています。まずですねあのこの土の上の温度計の、温度になりますけれども 15.2 度になっています。一方この黒マルチですね、黒マルチの上の温度がいくつになっているかと言いますと、こちら 20.7 度ですねになっています。なのでやっぱりね黒マルチしていた方がすごくですね暖かい環境に、確保できているかなと思います。今夕方になりますけれども、もう日が暮れようとしていますが、日が暮れようとしていた場合でもですね、はい、20度以上ですね確保できていますので、さらにこの上から防虫ネットをかぶせたりとか、あとねその下には不織布置いていこうかなって思いますけれども、そうやってやることによってより暖かい環境をね作って、春一番とか風が吹いてもしっかりとですねあの暖かい温度をキープできるかなってね思います。あと風でやられてしまうってこともありますけれども、防虫ネットとかねこんな風にしていると、はい、じゃがいもですね、枯れることなくですね、はい、風にも負けずにですねすくすくと元気よく育っていくかなと思います。あとは急な霜とかねありますので、これ防虫ネットだけですけど、この防虫ネットの下に不織布を置いて、よりね暖かく、朝とかね霜で凍らないようにちょっとしながら対策してあげるといいですので、はい、そんな感じでやっていきたいなってね思います。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでマルチねできました。もうすでにこうやって手を置くとすごい暖かくなっていますので、はい、じゃがいもねこれだったら、美味しくね、暖かい環境で育っていくかなってね思います。はい、こちらもね同じようにちょっとね、引いていきたいなってね思います。こちらは畝がかなり高くなっていますので、もうちょっと低めにならして横幅を広げておきたいと思います。横幅広げるとここも2列でジャガイモ育てていこうかなってね思いますので、2列分しっかりと余裕を持って育てられるかなってね思います。すごい土作りねしっかりしていましたので、土がねふかふかです。ちなみにここは、残砂ですね、ここは落花生の残砂と、あとは米ぬかと、カルスですね NCR をちょっとね巻いて、はい、発酵させていました、ね、土もこんな感じで、はい、すごいサラサラな、じゃがいもが育つにあたってねすごいいい環境になってるかなってね思います。
少し気持ちいいかまぼこ型風ですね。よくね、スーパーとか行くとかまぼこ、板の上にかまぼこ乗ってると思います。そのかまぼこですね、そのぐらいの形にすると、はい、育ちが雨もね、たまりにくくなりますので、一番上の部分が、山、一番ね、高い状態になっていますので、そうするとしっかりとですね、山になっていればお水が下に垂れていきます。じゃがいもは水分を結構ね、嫌いますので、そんな感じで山形にしてあげるといいですね。やはり昔の先人の知恵ですねが、ね、しっかりとやっぱりね、考えられているなっていうのがね、わかります。ではまずはこちらの根元の部分ですね、ここをマルチで固定をしていきたいと思います。これもなるべく端っこの部分ですね、こんな感じで端っこの部分からしっかりとマルチを引いてあげると雑草対策にもつながるかなってね、思うところです。じゃあちょっと広げていきます。真ん中を意識しつつ広げます。はい、でしっかりと伸ばしながら、隅まで行きましたら、はい、固定マルチ押さえピンで固定をしていきます。はい、できましたね。じゃあ今度は四隅ですね、四隅をしっかりと土で埋めていきたいと思います。その前に真ん中だけはマルチ押さえピンで固定をしておきます。はい、じゃあね、ちょっとね、埋めていきます。あとはこういう細かい作業は、こういうね、レーキもいいんですけれども、三角砲も使いやすいです。扱いやすいかなってね、思います。はい、ただここ土が柔らかいので、今回は手でちょっとね、綺麗に埋めていきましょうか。はい、よし、はい、いけましたね。うん、結構綺麗にね、簡単に設置をすることができました。じゃあこれでここもじゃがいも植え付けられるようにしていきたいなってね、思います。じゃがいもを植え付けていきたいなってね、思います。いいですね。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じで綺麗にですね、黒マルチ貼れたかなって思います。今手ね、乗っけるとかなりね、暖かくなっていまして、やはり黒マルチするとだいぶ地温が上がって、野菜ね、育ちやすくなるかなってね、思います。はい、ね、またね、植え付けの時もご紹介していきたいなと思いますので、あとはね、カットの仕方、植え付ける前に節約して、カットしてね、やることによって、美味しくね、たくさんですね、たくさん、美味しいじゃがいもね、育てられるようになりますので、お得にいただけますので、またそういった情報も、紹介していきたいなと思いますので、次の動画も楽しみにしていてください。はい、じゃあ今日はね、この辺で失礼したいと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。